ンと来てた。ミリムリムル魔人の王パーティーで勝ったらチャンネル登録します。真面目にじゃなくてお父さんだよね。左からバグ界の魔王、 LR 進化もうちょい頑張ってほしかった界の王、お父さん界の王、ツインマキシマイムマジック界の王。まあ、リムルの何がやべえかって、種族関係ないとこが一番やばいよな。じゃあ感染ぶち込みぶち込み、楽しいぞ楽しいぞ、いけそうか、いけるな、意味不明、これまずいな。お父さんさえいればなんとかなる。破壊極門と三連休、ああ無理だった。強いな。結論、お父さんいらない。ハローエブリワン、オーエグザンポー、どうもコスです。ということで本日はですね、魔人族復権パーティーで PVP やっていこうと思います。ということで前回の動画見てくださった方ありがとうございました。まだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで早速いきましょう。ということで編成はこちらですね。魔人パーティーということで装備がこちらになります。全員生命鉄壁ということで、まあね、ちょっと必殺レベルとか僕ちょっと低いのと、デミウルゴスのコスチュームも買ってないので等級ちょっとだけ低いんですけれども、上取れる方はね全然これ上取れると思うので、まずはね、等級41万8000ですね。42万級のね不明が来るとちょっとね太刀打ちできないかもしれないんですけれども、こちらでどれだけちょっとミリムと戦っていけるかやっていこうと思います。それではやっていきます。ショー！いやね、まあ、魔人パーで使いたいなと思ってね、朝メリとかいろいろ使ってみたんですけど、まあ、正直朝メリとかは厳しいなっていう印象がありまして、で魔人メリはどうなんだと使ってみた結果、全然勝てますね。見ててこれ、うわこれはちょっと落とせないかも、ごめん。でも惜しいっしょ、もうほぼよほぼ落としてる。で、こっからも硬いんすよ。マジ硬いんすよ。いや、ワンチャンね、いや、誰かしらは、デミーとかが落ちるかな？誰も落ちない。でしょ？これ、生命鉄壁だからね、これ。はい、じゃあ、これ、もう、天地開闢で落としちゃおっかな。これで、いやー、ちょっと怖いけど、これで落とせなかった時怖いんだけど、まあ、こんな感じでいきますか。レッツゴー！落とせるっしょ。マッチメリー is マッチメリー。魔神族が一番強いです。 LR ミリムなんて眼中ない。みんな LR リムル強すぎて魔神パ終わったとかなんか結構ねいろんなこと言ってると思うんですけれども、全然そんなことないです。マジで上さえ取れれば魔神パマジ強いです。本当に一番、全然一番強い。硬いし。なんで、全然魔人パ終わってないですよ。まだまだ7つの大罪は健在です。リムルと張り合います。お、魔人まだまだいるね。危な、上取れたー。もう魔人ミラーで上取れたらもう勝ち確ですから。平服したまえ！あ、デミに、あれついてないんだ。オゲー。やっぱね、真面目にのね、攻撃めっちゃ強いよ、ほんとに。よし。オゲー。やっぱどこまで行ってもね、真のぶっ壊れは真面目にお兄ちゃんなんよ。はい。だこれはね、ちょっと、あれかな。これ2発で行きたいんだけど、ナーベラルガンマが死んだらこれ嫌なんだよな。死なないでね。いや、大丈夫。うわ、無理か？無理だったわ。まあでもね、さっきも、あれした通り耐えるんですよ。うわ無視かうわ無視か。いや天地開闢金札来い。やばいって、お前じゃない。やばいって、やばいって、おいでしゃばんなよマジで。さあまたもや来ました、上取り中身ありの不明パですね。よし、じゃあここは札通り行きますか。まずデミの全体、エスタの全体、そして真面目に全体。平服したまえ。いけそうか。うわー厳しそうか、これいけ、頼むぞ。はい余裕はい余裕。今日は祝杯をあげるおいおいおい、ナンバーワンは誰か教えてくれんじゃねえかよ。ねえ、やっぱ魔人パが一番楽しいわ。おう、リムルなんかじゃねえ、この新キャラを倒す2024年目玉キャラ最強だろ。お、
ナーベいるか。まあね、下手に投球ちょっと低い方がやりにくいっすね。でこれエスタの札2枚あるとき、エスタ札2枚使った方が強いっす。回避飯だったら嫌だなって思ったら回避飯じゃなかった。これ倒せるね。なにおい、お、全員残ったんじゃないこれ。よし、勝った。危ねえよマジで。竜の、あ、勝った。よし、皆さんあらかじめ言っとくんですけれども、くれぐれもこの動画に投球上だから勝てただけじゃんっていうコメントはしないでくださいね。当たり前なんですよ。投球負けて高校取ってもう勝てるのはほんとラグナロク編成だけです。 HP50% 以上食らわないっていう特殊戦技があるからこそ高校でも勝てるだけで、それ以外はミリムマジで勝てないです。はい、ラストお願いします。さあラストワンパンして終わりましょう。うわ、これ回避飯やだな。回避飯ワンチャンありそうでやだなっていうことで、これでいきましょう。レッツゴー。よし、回避飯じゃない。いけるかこれ、頼むぞ。うーわ、無理無理ぽ。まあまあまあ、全員残ったら全員残ったで OK。 全体来ないか、これワンチャンやられる説あるな。うわー、やられるな。そっかそっか、なるほどね。まあでもこれはもう一発でここ持ってって、ナーベこれで持ってくしかないわ。よし、危な。うわ、これは無理か。うん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 。うわ、回避飯ありそう。まあ回避飯あったとして、相手構え取ったとして、ちょっと天地開闢用に残しときますか。1枚だけこんな感じで。ああ、まあ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 、しゃあないしゃあない。ここは強っ。回避飯じゃなかったら飛んでたやん。よし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 、これ真面目に落とされなかったらガチ勝てるんじゃね。うわー、どっか単体攻撃来たか。あ、全体2枚強っ。え、落ちない。よし、勝った。あっぶねえあっぶねえよマジで。真の最強が誰か教えてやるよ。それはこの俺だ。マッチメリー is マッチムリー。これグラクロはこれでなくちゃ。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。ねちょっとね、負けてしまった部分ね、2000ぐらいかな、ちょっとねカットした部分あったんですけど、そこもね本当にギリギリ倒せないぐらいだったんで、まあね、装備とか、あとは全体投球の差とかかなとはねちょっと思いますんで、でもね、これだけ戦える魔人族で、もうね、通算というか普通に戦った戦績ではこっちの方が勝ってるんで、もうほんとね投球勝負になったら魔人族マジ強いっす。マジ強いんで、ぜひね皆さんも魔人族フル強化、そして生命鉄壁フルオープンに近づけて、LR ミリムをぶっ倒してみてください。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで、うのどストレス Thank you。 はい、ということで今回皆様がね、賛否両論ありますね。LR ミニムでめっちゃ楽しいっていう声と、もう本当に無理、本当に引退するみたいなね、もう両極端すぎるんで、もう今回はね、いやもう絶対俺は既存キャラで LR ミリムなしで勝ってやるんだっていう強い気持ちからね、戦ってみました。いろいろねパーティーをね考えてるうちにダイヤ多分10個ぐらいかな割ったかもしれない、もうね今日本当は生放送しようと思ってたんですけど、普通にフレンドコインもねチケットも全部使い果たしちゃったんでもしやるとしたらね、ダイヤ砕いてやろうかなと思いますんで、また遊びに来てください。ということで皆さん、面白いと思ったらぜひ高評価よろしくお願いします。チャンネル登録あと900人で4万人いきますので、ぜひまだしてない方よろしくお願いします。ということで皆さん、バイバイ。